今日の国会でも自民党の政治資金パーティーをめぐる追及が続いています。岸田総理大臣は政治資金規制法に関して再発防止に向け、今国会での法改正を実現すると強調しました。政治資金規制法等の法改正をきちんとやり抜かなければ、とても信頼を取り戻すことはできません。その腹を据えて総理がそれをやりきる決意があるか、まずそれをお聞きしたいと。 外部の目を入れるということで外部監査あの導入等を考える法改正という形でこの今国会において法改正を実現するその上で岸田総理は信頼回復に向け安倍派幹部らへの処分問題などに取り組む姿勢を強調し党として処分を判断する考えを改めて示しました参議院では 政治倫理審査会で審査を実施するかどうかを議決する方針で合意し、8日にも政倫審が開かれます。出席者については議決を経た後に意向を確認するということです。